Hi, this is Quinlan, and I'm here again with my friend, the Soto School Zen Buddhist monk, Bunsei-san. This is our fourth conversation, and if you haven't seen the other ones and are interested, you can see a link up here. All right, let's jump right into it. The first question that we got, we actually got a couple of questions. One of the people who asked them was Kevin Futamachi, who asked about the content of the monk training to become a Zen Buddhist monk. So, let's get into that. そうですね。基本的に座禅がメインですけども、まずそうですね。朝から言えば、夏場だったら3時半起床。おはい。で、もうずっと、すぐ座禅、朝の座禅をします。はい。1時間くらい ?1 時間弱ですか。はい。お勤め、お経のお勤めですね。それを、修行道場の本堂、にみんな集まって大人数でやるわけですよ。おお、いい雰囲気でしょうね。いやー、もう響きますよ。うん、はい。で、順番に行ってください。はい、お願いします。お願いします。はい。おかゆ食べます。おかゆもあれです。おかゆとごま塩とたくあんだけの。はい。本当にシンプルな。はい。でも音一切音出ない。音ダメです。たくあん食べてても音出しちゃダメです。じゃあ食べ終わったら、掃除になります。今度。うん、はい。三内。その修行道場の中をそこから一日の流れっていうのは日によってまた違ってくるんですけども、なんか講義があったりとか、また朝座禅をまたやる日があったりとか、まあ、外の掃除したりとか、うん、そういう時もあれば、はい、永平寺は参拝者もいるので。ああ、そうなんですね。参拝する方のまあいろいろその部署が分かれているので、うん、受付があったりとか、料理作るとこがあったりとか、山内をその案内して回る役の人がいたりとか、まあ、それぞれその公務、与えられた仕事をやります。で、この修行道場って1年ですか2年ですか？いや、それはもう自分が決めるんですよ。あ、そうなんですか。でもお嬢さん、お坊さんになるためには決まってないの、はい、ですかね。まあ、資格取れる期間というのはもちろんありますけど、うん、まあそうですね、僕の時で言えば大体半分ぐらいの人が1年で帰ってきます、うん、でそのもう半分ぐらいは、まあ、2年3年4年ってこう、金銭的にどう動いてますか？あ、いやいや、え、金銭って例えば、はい、だって食事とか電気代とかお寺、はい、いろいろあるんですけど、はい、みんなそれぞれ自分の分払ってる。あ、違います、違います、基本的に無料じゃないですか。そうなんですね。それは各全国 のお寺さんからの、まあ、なんて言えばいいのかな、寄付金というか、その運営費というか、どう説明したらいいか。まあ、わかります。大体わかります。曹洞宗のお寺からなんか一部分。そうです、そうです。なるほど、はい。例えばね、僕は、あ、どうしてもこれからお嬢さんになりたくなりました。はい、やりますと決心して、はい、でも親戚に誰もお寺の方がいなくて、うん、もう外国人ですし、はいはい、僕でも入ることはありますか？できると思いますよ、はあ、はい、でも普通の日本人も何もつながりなくて、自分からもう入りたいという気持ちだけでただで入れる、ね、あ、もちろんその手順は踏まなきゃないと言いますか、まあ、いろいろ準備はしなきゃないでしょうけども、断られることはないと思いますよ。ああ、ただちゃんと書類とかそういう、ええ、はい、ええ、じゃあ自分は1年でそれを1年間やる。いや、僕は2年弱ぐらいですね。はい、そういう感じで過ぎてって、夜も座禅して終わります。あ、そうですね、夜に行ってますね。寝るのは消灯は9時です。その部署に移動するじゃないですか。で、その移動した、最初の1週間とかは2時間前起きなんですよ。2時間前起き、つまり3時半起きの日は1時半に起きるんですよ。わお、すごいですね。大変ですよ。大変ですよ。大変ですよ。でも9時に寝て1時半に起きる。1時半に。で、掃除とかするんですよ。はあ。その部署の。はい。大変ですよ。それは辛そうですね。夏場3時半起床、冬場は4時半起床です。それは基本です。まあ、自由時間なんていうのはないので。うん、ええ。現代でやったらみんなスマホ回収されますかね。携帯ダメですよ。ダメですね。ええ、やっぱりそう。じゃあネットとかパソコンとかは絶対、テレビもパソコンも何もだって新聞もないですから。そうですね。で、参加してる間その1年週末 OK とかそれはなしです。ずっとですね。はい、じゃあ外の世界、その
道場入ってる間外の世界どうなってるか、もう遮られてますよ。もう遮断です、遮断。すごいですね、はい、本当の修行ですよね。どっかで戦争起きても分かんないですね。Next is a question from Fox Adventures 93. He asks, if he doesn't mind sharing, I would be interested in knowing what part of the Eightfold Path that he personally struggles with the most. For me, it is definitely right speech. 八正道ってその、まあ、八つのあるわけですけども、八つあるにしても、それぞれ僕がつながってる、まあ、変な言い方すれば同じこと。全部同じこと。同じこと。で、同じことってなんだって言ったら、八正道 の漢字で書けば八の正しい道じゃないですか、うん。はい。その正しいっていうのがやっぱキーポイントといいますか、まあ、普段の我々はどうしても頭の 中の世界にばっかり生きちゃってることが多いので、うん、この正しいっていうところにいないわけですよ。正しいっていうのはやっぱ正しい存在、本当の本来の我々の存在はどういうものなのかっていうのを理解しているのが僕は正しいだと思いますし、うんうん、この そこさえ理解してればというか、そこを理解すればおのずと正しい発言になるし、正しい行動になるし、うんうん、正しい考え方になるしっていうふうに、僕はつながり合ってって分かれてないもんだと思うんですよ。正午だろうが、正見だろうが、うん、何だろうが、まあ、正しくなるのが難しいかもしれないけど、はい、そうこう、まあ、全体的に正しくなっていればもうつながってるから、はい、全部、はい、 そうですね、その正しいっていうのも頭の中で正しいこととかって考える正しいじゃないんですよ。そうですね。そこが難しいし、まあ、そここそが仏教の実践ですよね。実践、頭で考える知識、頭で覚える知識の仏教じゃなくて、感じる世界ですよね。逆に頭を離れて、まあ、マインドフルネスといいますかね、マインドフルに今ここの どこにいる時でも、別にどっかね、寺院に行かなきゃないとか教会に行かなきゃないとか、そういうのじゃなくて、日常生活の中でどこにいる時でもマインドフルに今ここのことを感じてみる。八正道の正しいは、はい、正しい間違ってるなんていう思いすらももうなして、捨てた方がいいと思いますね。本当にもう、まあ、マインドフルな状態、まっすらで、もうまっさらな、何にも頭使ってない状態のマインドフルな状態で何を感じてるのか、それは周りとのつながりであったり、自然、それこそ自然の美しさであったりとか、自分の中の心地よさであったりとか、うん、頭で感じるものじゃなくて、体で、感覚で感じる心地よさ、つながり感、充実感、幸福感、うん、そういったものはこれマインドフルにちゃんとこう意識していけば、誰でも感じるようにはなれるものだと思うので、まあ、そもそもそういう存在なので、誰でもどこでも本当はできるんです、うん、ただやっぱ頭がね、どうしてもメインになっちゃうん で 気を抜くと今ここにはいないし、頭の世界に行って、頭の世界は過去か未来のことばっかりやっぱね言っちゃいますので、本当の自分、本来の自分じゃないところに行っちゃう。それがその発祥との正しいっていうところじゃなくなってくるんですよ。だからそのどっか行っちゃってる頭で正しい言葉を心がけようとか、正しい行動を心がけようって言っても、頭で考えてる世界とはちょっとまた違うんですよ。ただその正しい、本当のその発祥との正しいっていう字の意味合いとしては、余計なこと考えちゃってるなっていうのを、ダメだダメだって否定もする必要はないんですよ、うん、まあ、どうしてもそれは自然と起こることなので、うんうん、だからもう否定だの、その言いだのダメだのっていうジャッジもしないで、うん、もう全部なんだろうな、ひっくるめてというか、まず受け入れて、そうですね、うん、まあ、自分、あ、ダメ、またやったってフラストレーションしなくて、自分はダメだなんて、そんなこと思わない方がいいです。自分に優しく、あ、考えてみる、じゃあ考えるのよりもこっちに集中します、うん、みたいな、優しく、軽く優しくしてればいい。そうですね、はい、やっぱり普通、当たり前の生活を送ってると、スーパーで並んでます、はい、前にとか、はい、遅いな、なんか物いっぱいあるんじゃないかな、はい、とか、なんでなんかただ正しく1円ずつ出してんのかなとか、運転してる時は、あ、割り込まれるんだとか、ああで、はい、何も考えて自然、俺のことかな、あでそう、結構
わがままのなんかフラストレーションっぽいなんか、はい、でもそれも自然と思っちゃう、ね、ありますよね。ありますね。 それは正しくないでしょ。いや我々はあの生きた人間ですから所詮ね、うんうん、あのそんなもう正しいことのみになろうなんてしなくていいと思うんですよ。だってみんなね弱さもあるし、そういうなんていうかなイライラする心だって持ってるし、うん、人間って全部持ってると思うんですよ、うん、あれですよ、どこに意識合わせるかが大切なのであって、人間ってそもそも全部持ってる全知全能のね、あの神のやっぱ一部というか、もう凶悪な犯罪者になることもできれば、マザー・テレサみたいなねすごい愛情深い人になることだって誰でもできると思いますよ、うん、ただ今どこに意識を合わせてるか、どの自分を出してるかっていうのだけで誰でもなれると思いますよ。だからみんな持ってると思うんですよ。それでその、まあ、ベストな自分を出せる方法はどういうことになりますよね。うんうんうん。でまず、うん、そうですね、まず否定しないこと、あ、うん、こんな自分はダメだとか、はい、自虐にならないこと、ね、そうですね、こんなんじゃあの自分はダメだ、評価されないとか、まあ人の評価なんかどうでもいいんですよまあ次の質問に いっちゃうなこれだとの、うん、あのあんまり人の評価気にしたりとか、人と比べて何が足りないとか、逆に何持ってるから俺の方が勝ってる有利だとか、そんなね、あの頭なんか巡らせない方がいいです。寒いでしょ。はい大丈夫です。じゃあそろそろ締めますか。じゃあそうですね、コール前にはい、うん、本当に来てくれこの寒いわけでやってくれてありがとうございました。いやいやいや、画面には伝わらないでしょうからそうですね、でも今はそういう寒い。The reason why it's so cold in here is because if I turn on the heater, it actually makes noise, which will interfere with the audio, so I had to keep it quiet、for this video. And so yeah, it's、actually about、probably 8 degrees Celsius in here, which for me is fine, but for normal people maybe it's a little chilly. 8度ぐらいですよね、多分。今ですか？はい、多分これ。いや、マイナス1度ぐらいじゃないですか。マイナス1度。All right, maybe it's below freeze. そうですね。Well, anyways, we'll do this again next month. また来月やりましょう。はい、お願いします。Yeah, thank you so much for watching. Please ask any questions you have, and we'll see you on the trails.